約束のネバーランドシリーズ、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないなど、注目度の高い作品に数多く出演する内田真彩、内田真彩さん。弟の内田尾数馬さんとの仲の良さも、人気のポイントです。今回は、そんな内田さんの学歴を調査してみました。野球好きという噂も、一緒に紹介していきましょう。内田真彩のプロフィール。愛称、マレイタソ、マヤヤン、マレイちゃん。本名、不明。生年月日、1989年12月27日。身長、155センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、高校卒、学校名は不明。所属事務所、アイムエンタープライズ。目次、内田真彩が通っていた高校や大学など学歴について。養成所は日本ナレーション演技研究所。野球観戦が趣味でホークスのファン。内田真彩が通っていた高校や大学など学歴について。内田さんは出身校の情報を公開していないため、確かなことはほとんどわからない状態です。ですが、ネット上では様々な噂が流れています。大学には通っていない。内田さんは、高校卒業後にすぐ養成所へ通うことになったため、大学へは進学しなかったようです。高校を卒業して養成所に入ったんですが、レッスンは週1回だけ。引用元、内田真彩がなりたかった意外な仕事。ブレイクまでの歴史を紐解くドワンゴニュース。しかし、ネット上ではなぜか大学に行ったらしいという噂もあります。噂の出どころは不明ですが、見た目が大学生っぽいという声が複数ありました。こうしたツイートから、真実とは異なる噂が生まれてしまったのかもしれません。遠くの高校に通っていた可能性あり、内田さんが通っていた高校については、2種類の噂があります。一つは、出身地と同じ東京の学校。もう一つは、出身地とは離れたどこか遠くの学校です。普通に考えれば都内の学校と思われますが、内田さんが通った学校には地元の友人がほとんどいなかったという話もあります。真実は不明ですが、遠方の学校へ進学したという説には、その話が影響しているのでしょう。ネット上では高校の卒業写真が出回っているので、制服から出身校を特定する人が出てきそうですが、今のところはっきりした情報はないようです。ちなみに、高校時代の内田さんは演劇部だったという話がありますが、本人がインタビューで否定していました。私は高校生の頃はバイトばっかりやっていたので、部活とか青春っぽいことはしてなかったんです。引用元、内田真彩インタビュー。卒業後にすぐ養成所へ入ったとすると、高校時代からお芝居に夢中だったのだろうと思い込んでしまいますが、意外にもあまり時間は割いていなかったようです。中学校と小学校も不明。内田さんが通っていた中学校と小学校に関しても、確かな情報はありません。ただ、中学時代の部活が演劇部だったことは確かなようです。私は養成所に入るときに、3年コースのところを中学のときに演劇部に入っていたら、大丈夫だろうと思って、2年コースの方にしたんですよね、小。引用元、
声優内田真彩の現役インタビュー。現実をさらけ出して向き合いたい。中学時代に演劇に出会ったことが役者を目指すきっかけになったのだとか。高校時代は忙しくてあまりできなかったようですが、中学時代にお芝居に夢中になったことが卒業後の進路に影響を与えたのでしょう。内田さんは舞台や朗読劇に出演することがあるので、中学時代の経験を生かす機会も多いのかもしれません。養成所は日本ナレーション演技研究所。公式のプロフィールによると、内田さんが通っていた養成所は日本ナレーション演技研究所です。養成所を選ぶ際はいろいろな学校へ体験入学してみたそうですが、日慣れはとても楽しそうと感じ、入学を決めたのだとか。実際に通うようになってからも楽しく勉強することができ、高校で部活ができなかった分、日慣れでの日々が青春になったそうです。ちなみに、内田さんのアニメデビューは、養成所時代に出演したオーバー僕、オタリーマン。デビュー作にして3役というのは大変そうですが、なんとかやりきったようです。この作品で主演を務めた宮野守さんは、内田さんとケレやガッチャマンクラウズで再び共演。ガッチャマンクラウズは内田さんの主演作の一つなので、宮野さんは成長した姿に驚いていたかもしれません。野球観戦が趣味でホークスのファン。内田さんは、プロ野球が大好きな声優としても有名です。応援している球団は、福岡ソフトバンクホークス。ツイッターなどでも、たびたび野球についてつぶやいています。内田さんがホークスを応援するようになったのは、中学生の頃だったそうです。おそらく中学生の頃、荒垣渚、渚アステリスク、投手のプレー姿を見てかっこいいと思ったのがスタートですね。引用元、内田真彩とホークス、愛の歴史最強と思ってくれる人がいる。それが力になる忘れられない鷹の3試合。当時はあまり知識もなく、プレーする姿のかっこよさに惹かれていたそうですが、徐々に野球中継を見るようになり、すっかりプロ野球の沼にはまっていたのだとか。同じく野球好きで有名なクリープハイプの尾崎世界観さんとマニアックな話をしていることからも、内田さんが豊富な知識を持っていることがわかります。2018年には、大好きな新垣選手と一緒に試合前のセレモニーに出演。中学生の頃から憧れている選手との共演は、夢のような出来事だったでしょう。人気声優の内田さんは毎日忙しいと思われますが、これからも野球で息抜きをしながら、健康に気をつけて頑張ってほしいものです。